ハイヒール。はい、メッチチャンネルです。メッチシュプリーム 2022FW ウィーク18。ももこ、その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、ウィーク18ですね。ウィーク18な、これな、何しよっかなと思ってな。じっくり考えた。じっくり考えてなぁ。いや、あのマスクいいなぁと思うやん。あのマスク。シュプリームって書いたマスク。あれ何色がいいんかなと、俺、カモ柄みたいにいいんかなと思って。柄もんがいいんかなと思ったらいいな。俺、ああいう類持ってないから。いや、絶対いいよなぁと思ってな。そこも、悩んでんねんけど。ももこかな。ももこかな、これ。やっぱ俺、ワテももこかな。っていうのもある。あるけどな、お値段がな、結構するやん。結構な、ビビるほどの値段やんか。いや、ももこはもうずっと大本命で、ずっとももこってな、ハイヒール的にずっと言い続けとったよ。菊池でもええけどな。悩むねんな。悩む。ほんまに悩む。いや、決められへん。行くぞって決められへんねん。もうあかん。これはな、ちょっとな、勇気いる。だからな、ももこさんのな、服が、シュプさんの服いっぱい入ってるやろ。もうそれもな、すごくテンション上がってミニチュアって、なんか、ええやん。でもな、ああいう、こういうアクセ、飾り系とかで、あの値段出すっていうのかな。やっぱな、レベルは高いねよ。俺もずっと悩んでんねんで。あの、価格出て余計なもう、日和出したもん。最初な、3万までやって出すって思ったけど、驚愕の5万超えやんか。いや、日和るよ、ほんまにな、これ。いやー、これな、もうすぐオンラインやねんけど、ちょっとな、もうギリのギリまでちょっと、ほんまにないもんかなと感じてる。考えてる。マスクもいいなと思ってるのもあんねんな。だけどほんまな、もうギリのギリまでな。まだあとちょっとだけ時間あるから。ギリのギリまで、じっくり考えたいと思います。ではでは、ラストオンラインチャレンジ、頑張ります。まだ悩んどんで。はい、イメチです。はい、イメチです。やっぱ行く。やっぱ待て。ももこ、忘れられへん。やっぱ俺ももこ行く。で、今回な、ベストタブ作るかもどうか悩んでやんけど、もう大引きやからもうこのまま行く。もう、弾かれんとそのまま行く。どうにかお願いします。ほんまに。どうにか、ももこをゲットしたい。ほんで、ももこの服とかも見たい。ももこの全てが見たい。俺はももこ行く。そういう意気込み。ももこ。もうちょっとドキドキしてる。寒いしな、なんか。ちょっとそろそろ一回更新しようかな。このアクセサリーでいいやんな、これ。一回更新。まだやな。ここら辺来るんかな。どこやろ。もうすぐ。5、4、3、2、1、0、11時。ももこ来い。ももこ。はよ、来てくれ。更新ずっとかけてね。来た。カートに入る。よし、ご注文手続き。で、代引き。利用規約。購入する。お、行けた。ももこ行けた。ももこ、代引き早すぎる。代引きすげ。ももこ嬉しい。めっちゃ嬉しい。あ、やったぜ、ももこ。ももこめっちゃ嬉しい。ももこ嬉しいな。ほかほかな、今回どうやったのな、ももこ。もうあれはちょっともうええか。どうしよう。あ、マスクな。マスクどうしよう。マスクはちょっとどうしようかな。てるな。ももこさん無事、ゲットできましたね。これ、あ、ももここんな風に出るんや。こんな感じなんや。
はーってどんだけでかいんやろな、これ。めっちゃ楽しみ、これ。おー、ももこ。ももこすけ。すけ。めちゃくちゃ嬉しいっす。やったぜ！買えました、ももこ。買えました、はい。これほんまにな、勇気いった。勇気いったけど、めっちゃ嬉しい。勇気いったよ。勇気いったよ。ぶっちゃけ、プレステ5買えるからな、これ。勇気いったよ、これ。いやー、ほんまにな。これは自分へのご褒美としよう。まあ、ご褒美多いな、これ。ちょっとご褒美多いな。だけど、これはな、日よったよ。日よるよ。日よるよ。だけどな、ほんまにな、もうこれはと思った。これはと思った。いやー、俺ちょっとな、今でもちょっと心臓バクバクするわ、これ。高額やで、かなり。高額やで、お人形に52,800円か。そこは送料がいろいろかかるもんな。いやー、俺日和った。日和ったけど、やっぱこれはな、もう子はやっぱな、うん、ずっと思いを寄せてたから、もう子はな、勇気いったけど、やっぱな、もう子俺、こ飾ってるイメージあったんよ。もうここに飾りたい。一緒にいたいとか、一緒に寝たい、寝たいとは思わへんが、一緒にいたいと思った。これはな、すっげえ嬉しい。あと服も楽しみ。どんな服なんか、そう見たい。いっぱい履いてるやろ、服が。すっごい嬉しい。すっごい嬉しいし、いや、だけどな、ほんまになんかな、実感わかんや。俺、行ったなって感じ。あ、俺行ったなって感じ。いや、これはな、今年一番ほんまにな、ちょっと興奮した。桃子が来るぞって。桃子が来るぞ、俺ん家に来るぞと思ってな、もうワクワクしてる。もうめっちゃドキドキしてな、これ。いや、めっちゃ楽しみです、本当に。で今回、狙われてご購入できた方、おめでとうございます。わて、言ったよ。文句ちゃん言っちゃった。これなぁ。ドキドキしたけど、まあ、無事ゲットできて、めちゃくちゃ嬉しい。もう前向きに考えよう。もう、マネーモンであるけど、もう前向きに考えろ、俺は。もう前のめりに行く。もう手に入ってんから。もう来へんかな、早く。早く来へんかな、もう。もう明日には来てほしいよ。なんか、年末ってかどうなるんかな、もう。配送がな。いや、早く来てほしい、俺。早く来てほしい。ほんで、もう、手に取ってみたい。手に取ってみたいって感じの、めっちゃ大興奮ですね、これ。だけど、なんかもう、シップさんも、どうなるんかな、このまま、もう来年どうなるのか、もうこれで終わりかな、どうなんかな、と思ったりな。なんかもうな、なんか寂しくなる、なんかこれな。絵札もう、これで終わりなんかまだあるんかちょっとわからんけど、なんかな、寂しいなって感じ。この FW、な、ずーっとこう、見てきたけど、なんか寂しいっていうのもあるし、なんかもう、皆さんお疲れ様でした、2022年って思う、本当に。2022年もありがとうございました、本当にいろいろお世話になりましたって感じですね。また、来年ですね、よろしくお願いしますって感じですね、本当に。なんか寂しいな、これ。2022年がもう終わるっていうか、FW が終わるっていうな。これ。で、皆さんどうですかね、今年はいっぱいゲットできたかなと思ったり。なんかいろいろ思い出がある。ほんまにな。FW いっぱい思い出あるし、これな。これもな、めちゃくちゃ嬉しかったし。店舗行けて、あれもすごい楽しかったし。なんかたくさん思い出ある、ほんまに。ね、皆さん、お風邪ね、引かずに、ね、また良いお年をって感じですね。良いお年をって感じですね。めっちゃ熱車。はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。ももこ最高やぞ！めっちゃ熱車！ももこ！最後までご視聴いただき、ありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。メッチ、頑張りますので、よろしくお願いします。メッチ。